この番組は牛の中山、小川薬局、大海酒造、芝生の林、総福食品、大隅観光未来会議の提供でお送りします。9月12日木曜日、こんにちは。勝手に大隅広報大使の宮内有沙です。今回も鹿屋市在住のピアニスト小脇典子さんの楽曲に乗せて、鹿児島県の東側4市5町からなる大隅半島の情報をお届けします。秋となりまして、サイクリングに最適な季節がやってきました。大隅半島は各地でサイクリングマップが作られるなど、サイクルツーリズムにも力を入れています。そんな中、鹿屋市には地域おこし協力隊自転車隊員がいらっしゃいます。明日にはイベントを控える中、自転車と街への思いなどについてお話を聞いています。あなたと大隅が出会う10分間、今日も大隅とミートしましょう。みんな笑顔で毎日を過ごしてほしい。小川薬局はいつもそう願っています。お薬のことや健康のこと、分かりやすくお話しします。あなたのかかりつけ薬局になりたい。電話番号 0994-41-3003、 小川薬局です。食べることは生きること、生きることは食べること。体は食でできている。明日の自分は今日のご飯。おいしい食材を世界から、総福食品です。鹿屋市地域おこし協力隊自転車隊員として活動している高田直です。自転車を活用した町おこしとして、自転車に関する情報発信やプロの自転車チームシエルブルー鹿屋や鹿屋体育大学自転車競技部などさまざまな関係団体と協力しながら、サイクリングイベントの開催など活動しています。現在3年目になります。もう集大成のところですね。はい。そもそもこの地域おこし協力隊に応募したきっかけって何だったんですか？もともと金谷体育大学の自転車競技部で選手をしていて、で選手自体は引退したんですけど、やっぱり自転車が好きで協力隊っていう話があるので、受けてみないですかって言っていただいたので、あ、これはチャンスだと思って応募しました。あ、じゃあ金谷体育大学卒業してある意味戻ってきたみたいな感じですか？そうですね、戻ってきました。5年ぶりぐらいですかね。どうでした？戻ってきて人があったかいので、すごい好きな場所だなって思います。やっぱり具体的にはこれまでどういった活動をされてきたんでしょう？市民の方とのサイクリングイベントだったり、保育園だったり小学校に交通安全教室だったり、ストライダーの体験会っていうのことを、ちょくちょくやらせていただいてました。プロ選手の皆さんとも関わりはじゃあ深い？そうですね、プロ選手にいろいろお手伝いいただきながらサイクリングイベントをしたりも行ってます。実際どうですか、プロ選手間近で見て？やっぱりかっこいいなって思います。後輩なんですけど、走る姿とか、子どもたちの憧れなんだなっていうのは目の当たりにしています。高田さんはインスタグラムでも情報発信されてますけども、連続したイベントっていうのも企画されてるんですよね？そうなんです。この日の長い時期限定なんですけど、月に1回花金サイクリングっていうのを、金曜日の夕方にサイクリングを定期的にやっています。サイクリングしながらお話ししてきたり、人とのつながりを作りましょう、自転車を通してっていうような形をしてやってるので、サイクリングコースだったりフィットネスパース、あとは川沿いとか走りやすいところを選んで走ってます。5月から始まりまして、今月が最後ということですけれども、9月の花金サイクリングが明日なんですね。はい、明日9月13日に開催します。大海酒造さんとちょっとコラボをさせていただき、大海酒造さんをスタートゴール地として、日の出てる、6時から6時40分ぐらい40分ぐらいサイクリングをして、サイクリング帰ってきたらちょうど今新酒の仕込み時期と伺って酒蔵見学をさせていただけるということなので、ゴールをした後大海酒造さんでこう焼酎を作っているところを実際に見学させてもらうようなサイクリングイベントを開催します。すごいですね。確かに地元の皆さん、焼酎飲まれる方もどういうふうに焼酎ができてるかっていうのを知らなかったりしますもんね。はい、なかなかこの時期だけなんですよね、きっと。実際にこう作ってるところは見たことがないので、私自身が楽しみというかちょっとこのボコボコしてるところとか、ボコボコしてるのをちょっと見たいなっていう。
そういうところも見れるわけですね。はい、そうなんです。しかもその工場見学した後はバーベキューもあるんですか？そうなんです、バーベキューも準備しております。すごい、まるっとこの金曜日まさに花金を楽しめるイベントになってますけども、この参加方法というのは金谷市の地域おこし協力隊自転車隊員の方の、インスタグラムを確認していただければと思います。参加人数にも限りがあるのでご連絡をいただければと思います。しかもあれなんですね、そのロードバイクとかじゃなくても大丈夫なんですね？はい、もちろんです。ママチャリでもどんな自転車でも大丈夫です。川沿いを走るので平坦だけです。工場見学とバーベキューのついでみたいな感じでもいいから参加してほしいですね。そうですね、一個のきっかけとして、自転車っていうところをキーワードになれればいいなと思って開催しました。この後も高田さんはそのイベントなどは控えてるんですか？はい、10月27日に金谷体育大学を会場にしてたくさんのスポーツを体験だったり見学をできるスポーツフェスタを開催する予定なんですが、そこで自転車の試乗会も行う予定です。11月にツールドオスミも、毎年開催してるんですけど、そこでも皆さんが楽しめるようなイベントを今準備していますので楽しみにしていただければ嬉しいです。秋はサイクリングに、最適な季節ですからね。はい、これまでもいろんなこのイベントをしてきて、感じてることって何ですか？やっぱり人の温かさだったり受け入れてくださるこの寛大な心というかは一番感じます。3年目ということで気になる今後は？そうですね、協力隊として金谷に来れたので、せっかくもご縁ということもあって、このまま金谷に、定住を考えています。自転車だったりスポーツっていうところも、これから一つのキーワードとして、金谷に還元できるようなことをしていきたいなと思ってます。目指す目標みたいなのあります？高田さんって言ってもらえる人になっていきたいなと思ってます。自転車といえば高田さん、はい、なるほど、その未来楽しみにしてますね。頑張ります。では最後にリスナーの皆さんに向けてメッセージを。学生時代からお世話になった金谷だったり大隅半島というところで、これからもっと頑張っていきたいなと思っています。すごく走りやすい場所なので、もっともっとこう自転車だったりスポーツというところが広まっていければなと思っています。またこれからもどんどん頑張っていくので応援もしていただければと思います。よろしくお願いします。林芝生の林、金谷の雄大な土地で育った芝生は心まで癒される緑の絨毯、裸足で歩きたくなる林の芝生、ご家庭のお庭や会社にぜひ。芝生のことなら林。大隅の大地が育んだ焼酎薩摩大会、生産者当時をはじめ多くの職人のこだわりが薩摩大会を生みました。美味しい焼酎は良質のさつまいもから、まろやかで飲みやすく味わい深い。今夜もあなたと薩摩大会。大隅天狗。この番組は牛の中山、小川薬局、大会酒造、芝生の林、総府食品、大隅観光未来会議の提供でお送りしました。高田さんが取り組む花金サイクリング、明日9月13日開催の大会酒造とのコラボイベント、詳しくは金谷市地域おこし協力隊自転車隊員高田直さんのインスタグラムチェックしてください。今後も街に残ってくれるということで、これからの活躍も期待しています。ここまでのお相手は勝手に大隅広報大使宮内有沙でした。